ご覧のように前半0対2、後半0対2、合計0対4で青森県代表青森山田高校が優勝いたしました。青森山田高校
か、振り返っていかがでしたか。本当に濃い3年間だったと思います。一生忘れることのない3年間でした。多くの人が青森山田高校を応援していました。その人たちにメッセージをお願いします。まあこれから、まあ、後輩たちも日本一を持って日本一という目標を持って戦うと思うんで、応援をしてください。ありがとうございます。おめでとうございます。神山大和選手でした。ありがとうございました。